こんにちは楽天証券経済研究所です11月の楽天 DIY アンケート「ふるさと納税してますか?」はおよそ3900名の方からご回答いただきました。ありがとうございます。それでは結果をご報告いたします。利用している節税制度はありますか身近な NISA または積立 NISA ふるさと納税 確定拠出年金イでこ、医療費控除を皆さんは、利用している、利用していない、ニーサ積立ニーサはおよそ7割、ふるさと納税はおよそ5割、確定拠出年金イでこ、医療費控除はおよそ3割の方が利用していることがわかりました。続いて、 2019年はふるさと納税をいつしましたかまたはいつする予定ですかふるさと納税はしないという方が一番多く1784名ではふるさと納税をされている方はいつしているのでしょうか1月から3月563名4月から6月732名 7月から9月、681名、10月から12月、1429名、10月から12月が全体の約4割と一番多いことが分かりました。続いて、2019年にふるさと納税をする方にお伺いします。ふるさと納税の寄付金控除をどのような方法で行いますか 寄付金控除というと、なんとなく手続きが難しいような気がするのですが。なんと半数の方が確定申告をするとのことでした。確定申告ではなく、ワンストップ特例制度を利用するは三十五点二パーセント。寄付金控除は受けないが、十四点八パーセントという結果となりました。このページ下に、ふるさと納税についての動画リンクをつけました。 ご興味のある方は見てみてください。それでは日経平均見通し、di はどうなっているのか見てみましょう。1ヶ月先 di が22.12。3ヶ月先 di が3.84。前回の結果はそれぞれプラスの22.72でしたので、わずかに悪化した結果となりました。 DI はどううなっているのでしょう10月末に行った11月の見通し DI は6.23でしたが今回12月の見通しは5.79と2ヶ月連続でプラスの円安見通しとなりました続いて今後投資してみたい金融商品10月11月 国内株式と特になしだけがプラスその他はマイナスとなっております今後投資してみたい国や地域10月11月東南アジアと特になしだけがプラスその他はマイナスとなっております投資家の皆様 今回も楽天 DI に貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。シニアマーケットアナリスト、土師田正幸がコメントしております。日経平均見通し DI。FX ディーリング部、荒地淳がコメントしております。為替 DI。コモディティアナリスト、吉田悟がコメントしております。今後投資してみたい金融商品。投資してみたい国は、この動画ページ下にある。 ふるさと納税していますかで、詳しく説明しております。さて、次回の楽天 DI アンケートは、12月23日月曜日12時から、12月25日水曜日12時の間に、メンバーページログイン後のお知らせ画面に掲載されます。ぜひアンケートにご協力ください。よろしくお願いいたします。